ギャンジャはアゼルバイジャン共和国の都市。人口は約30万人で首都バクーに次ぐアゼルバイジャン第二の都市である。ロシア帝国時代にはエリザベトポーリ、ソビエト連邦時代にはキロババードと呼ばれた。ギャンジャ国際空港があり、空路で首都バクーなどと結ばれている。ニザーミーの記事としても知られ、1991年に建設されたニザーミー病がある。 5世紀頃に建設された。ギャンジャという名称については、ペルシア語のンジ、宝物の意外語源であるという説が有力。この地方の商業、文化の中心として栄えたが、1139年の地震、1231年のモンゴル人の来襲により衰退した。サファビー朝の支配下で復興する。百四十七年、アッパース一世にちなんで一時的に、 バサバードと解消された後、キャンジャ・ハン国の首都となる。第一次ロシア・ペルシア戦争に、ロシアが勝利した後、1813年10月、ゴレスターン条約によって、ロシア帝国に並行され、アレクサンドル一世の妻エリザベータにちなんで、エリザベトポルト解消。1918年、バクーが、赤軍から奪還されるまでの間、一時的に、 アゼルバイジャン民主共和国の首都となる。1920年にソビエト権力がアゼルバイジャンに樹立されると町の名はギャンジャに戻された。1935年、スターリンは革命家セルゲイ・キーロフにちなんで町の名をキロババードと改めた。1991年、アゼルバイジャンの独立に伴い町の名は再びギャンジャに戻された。ありがとうございます。